はい、では今回は、ドロレスの、コマンド投げのプルジュからの、置き攻めを紹介します。これなんですが、一応通常投げも仕込んでます。で、クローネンの発生4フレームか5フレームの、この無敵技も着地でガードしてます。でですね、このように、やり方は、最速でしゃがみ弱キックを、空振りして最速でノーマルジャンプですね。まあ遠距離立ち A でもできるんですが、しゃがみ B で、やるよりもちょっと遅くなって、発生の速い無敵技を、ガードできなくなりますね。ただ、6フレームまでなら、ガードできるようです。遠距離立ち A でも6フレームならガードできます。今日プルジュの場合なんですが、しゃがみ B を空振りすることは変わらないですね。しゃがみ B 空振りしてから大ジャンプがいいですね。これで同じ技を空振りしてからの、最速大ジャンプで、詐欺飛びできます。発生の早い無敵技も、着地でガードできます。超必殺技のコマンド投げからの、詐欺飛びなんですが、この場合はしゃがみ弱パンチを空振りして、ノーマルジャンプするとちょうどいいです。このように詐欺飛びになってます。マックス版のグハダブで調べてみます。これもしゃがみ弱パンチで、サギ飛び、最速しゃがみ弱パンチ空振りからの、ノーマルジャンプでサギ飛びできます。以上です。ご視聴ありがとうございました。